皆さんこんにちは、卓球センター .jp の吉岡です。これからですね、新企画でシリーズものを撮影していきたいなと思います。題しまして、中国卓球を学んでみんなで強くなろうというテーマで、中国の卓球のいろんな技術だったりとか考え方だったりとか、あとは戦術的な部分だったりとかっていうのを、まあ参考にしてみんなで知っていくことで強くなれたらなというふうなシリーズで撮影していきたいと思います。今回はですね、第1弾としまして、打点の部分の理解を深めていきたいなと思います。まず打点なんですけど、いわゆる卓球台にボールがついて落ちて上がってる途中の説明です。日本と中国で違うところがあると思うんですけど、日本だったら卓球台にボールが落ちてから落下点からまあ上がっていく途中、その頂点までっていうのがいわゆるライジングとか頂点前って言われるもので、そこから頂点まで、頂点から頂点後ですねっていうふうに3つに大きく分かれてると思うんですけど、中国の場合は5つ、頂点を基準にして、頂点の前ですね、上昇前期、上昇後期と、まずライジングの過程でも前半後半っていう風に分かれてます。落下したすぐっていうことっていうのが、まあ、頂点の直前っていう風になって、後半が頂点を超えてからの下降前期、下降後期と大きく5つに分かれてます。これらの打点ですね、落下点から弾んだ時の捉える打点の部分に加えて、卓球台の前の方、いわゆるネット際、真ん中あたり、エンドライン際っていう風にボール自体の長さっていうのが、これらの打点の高さっていうのと関係してきます。例えばネット際のところに落ちた短いボールをできる技術っていうのがいろいろあると思うんですけどね、ストップだったりとか、突きだったりとかっていうの、それらの技術を台上のどの打点でやるかっていうことで、できる打法、技術っていうのが決まってきます。日本のトップ選手とかも、この考え方を多分取り入れてやってるんですけど、一般の愛好家レベルだと多分3つぐらいバグって分かれてる状態だと思うので、そういうふうに細分化することによって理解っていうのはさらに深まるかなっていうことで思います。で、前期のできる技術、後期にできる技術とかっていうのもこれから説明していきたいと思いますので、また続編をお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。